小野です。酒井です。さあ今日も行きましょう。 YouTube コメント欄から質問いただきました。はい。いつも楽しくてとても勉強になる動画ありがとうございます。はい。僕は現在高1で日芸志望だったのですが、お茶の水美術学院のチャンネルにアップロードされている色彩構成や石膏デッサンの動画を見ているうちに芸大に憧れるようになりました。はい。お茶の水美術学院のチャンネルでたびたび石膏をデッサンしているデモンストレーション動画を見ていると、自分も描けるようになりたい、などと思うようになり、最近はとにかく石膏の写真を集め、それを見て、ひたすらデッサンしまくっています。そうしているうちに本物の石膏像が欲しくなってしまい、お正月なんかに思い切って購入してしまおうなんて思ったりしています。年玉ってことですかね。はい。そこで質問です。お茶の水美術学院の生徒で石膏を購入したという方はいますか？また、購入するとしたらどの石膏像を選びますか？非常にくだらない質問で申し訳ないですが、答えてくださると嬉しいです。なるほど。分かりやすい質問ですね。そうですね。まず、お茶美の生徒で石膏を購入したという人はいっぱいいます。いっぱいいます。持ってる人いくらでもいると思います。もう特に何体も持ってる人もいっぱいいると思います。そうなんですか？いますよ、いますよ。へ、酒井さん持ってます？持ってないです。はい、全く持ってない。全く持ってない。へえ。受験生の時は買わないって決めてました。はい、あ、買わない、はい、それなんでなんですか？朝、うん、やっぱり9時から夕方4時まで、はい、やるわけじゃないですか、毎日毎日。はい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 。だ その時間をやっぱこうエンジョイするために、うん、はい、あの家で やっちゃうとだから石膏を買わないだけじゃなくて、なんかこうどれだけやっぱりその予備校での時間をエンジョイするか、もうた書くのが楽しくてしょうがないという時間にしたいので、はい、まあ、1日6時間やればいいあのもうあの それ以上にやるというよりは、明日からのまたその6時間が早くやりたいなって思えるように、4時過ぎたらそういう時間にしてましたね。そういうなんかこうなんて言うんでしょう、こうリフレッシュというか。まあ買ったら家にいますからね。例えばブルータスが、うん、あのただいまって言うとブルータス、はい、で寝るて覚めてもブルータス。そうですね。あ、でも別にあの持ってる人も多いですし。多いですね。うん、あのそれは全然人によりけりで、あの、はい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 、そうですね、はい、あの持ってる石膏がヘルメスの人が例えばヘルメスだけ得意になっちゃったとか、うん、そういうケースもありますよ。あの、すごい好きな石膏像があってそれを買うっていう人いますね、うんうん、確かに、うん、それによってなんかもうその像のその構造をすごく理解するというか。そうですね。あと上からとかも見れるし、はい、頭に入っちゃうので、うん、まあ、それでその石膏とかちょっと似てないだけで、はい、これ似てないってすぐ分かるようになったり、そうそうそう、厳しくなれるので。そうですね。まあ、好きなのを買うとかっていうのもおすすめですし、はい、うん、まあ、あのでも興味今あるんですもんね、石膏に、はい、そしたら、まあ、あの例えばヘルメスとかみたいな鏡像でもいいですし、うんうん、まあ、手像でもいいですね。首から上のやつでもいいですし、そうですね、まあ、それはこう置けるスペースとかにもよるし、あとまあお金とのお金相談もありますし、はい、僕がでももし今買うとしたら手像かな。買うとしたら例えば、はい、手像の何、はい、何欲しいですか？アリアスとか。アリアス、はい、はあ、まあでも僕割と石膏が好きで、僕も好きな石膏が好きだし、はい、石膏ですがすごく好きなんですよ。いまだにやる必要もないんですけど。やる必要もないのに、あの、まあ、石膏屋さん楽しいんですよ。結構時々あのなんかデモンストレーション書いたりしますけど、はいはい、新鮮な感じがある、はい、あれは単なる義務感で書いてるわけじゃなくて、なるほど、上達してやると思って書いてます。あ、もっと上手くなってやるぞ、はい、日々それは思ってます。興味がありますね。で発見がありますし、毎回あれ
これってみたいな、このコツ掴んできたなとかあります、これが受験生の時に分かんなかったなみたいな、なんでこれが今出てきちゃったかなみたいな、なぜ理解した今みたいな、はい、でもまあ嬉しいですけどね、やっぱり分かってきたと、分かってきたのは嬉しいですよね、はい、そりゃだから石膏書くのはすごい好きなので、まあ、ちょっとぐらいちっちゃいのが家にあるといつでも書けるなとは思いますけど、まあでもあれですね、その自分の場合は、すごい個人的な話ですけど、まあ、こういうところにいますので別に家で書けなくてもそうです、ね、書き放題なので書き放題どの石膏もそうです、ね、はい、だから、まあ、買う必要がないですね、はいはい、石膏の写真を集めてひたすらそれを見まくってっていうことは、その石膏像が周りにないっていう状況なんですかね、例えばこう高一っていうことは高校の美術室とかあると思うんですよね、大体ちょっとぐらいありますよね、はい、その美術高校じゃなくても高校の美術室に石膏像全くないってあんまりないですよね、その美術の選択がない高校っていうのが存在する場合が今美術の授業があるんであれば美術室があるし、美術室には大体石膏像って少しはあるもんですよね、そうですね、もしなかったら美術の先生に話してみるとかですかね、はい、高校生なんですもんね、はい、僕は高校生ですか、高校高1、高1、そしたら一番いいのはあれですね、美術の先生に書かせてくださいって言って行くのが一番最高ですね、ダメだ帰れなんて言われないと思うんですよね、まあ、歓迎されると思いますせっかくあるんであればそんなやついるんだって思われますからね、どこの美術のどこの学校でも基本石膏あると思いますし、まあ、あとでも家でも欲しいのかな、はい、うん、まず石膏デッサンの経験をしてみてほしいなと思います、ないんですかね、あ、写真を見て描いてる経験だけですかね、はい、もしないのであれば例えばどっかの予備校の無料体験滑り込んでみようみたいなのとか、いきなり買うっていうよりもなんかやっぱ1回は現物を描くっていう経験を、現物を描くっていうのをしたもししてないんであれば、はい、もししてないんであればした方がいいかな、いろいろやった上で何買うかなっていうのはいいと思うんですけど、いきなり買わなくてもね、そういきなり買うのは結構おおでかいみたいな、なるほど、ブルタスでかっ、ちょっと普通の家に持ってくると邪魔ですよね、邪魔ですよ、はい、よっぽど大きい家じゃないと、相当家に置くと多分大きいものになるはずなんですよ、うん、ですね、ブルータスマルスとかガッタメとかすっごいでかいはずですよ、うん、まあそれもあって自分は買わなかったってのもありますけどね、うん、部屋が狭かったので、持って帰れない大きさじゃないですか、なんか、うんうん、こう抱いて持って帰ってもこれ電車の中邪魔だなっていうぐらい重いですしね、でっかいですから、胸像ぐらいになるとちょっと電車無理ですね、無理ですよね、うん、っていうのをちょっと知った上でだから書いてみる、まず書いてみるっていうのが一番、はい、そうですね、いいと、いいと思う、いくつか書いた上でこういうのが欲しいかなって決めてもらって、ね、はい、あとはでも質問の最後に、うん、どの石膏を選びますか、あ、僕は、ま、アリアスって言ったか、じゃあ、はい、小野さんは、いや僕はいらないですひどいしたらですよ、購入するとしたらいらないんですか、でもうちにマリエッタの顔面があります、あ、体なし、体なし、そんなのあるんだ、お面だけ、お面だけ、あ、お面だけの石膏もいいですね、はい、マリエッタに限らず、それは人の顔をちょっとCG で作らなきゃいけないときに、うんうん、こう下からこう眺めて確認する他のものがなくて、うん、はいはい、寄りどころがないんでしょうがないんで買ったんですよ、あ、で、目の角度とか顎とかなんかこう下から見る感じっていうのを見たくて、うん、買ったんですよね、でそれをじゃあ、うん、お面もいいんですけど、うん、とりあえず自分の顔を描いてみるとか、その石膏像の前段階として鏡でも見て、はいはい、そういうのもいいんじゃないですかね、そうですね、うん、手描いてみる、顔を描いてみるっていう、うん、なんかその石膏だけにこだわらずいろいろ絵は描けると思うんで、まあ試験ではその例えば目指す科が石膏デッサンだから石膏って思うかもしれないですけど、まだ高校1年生なんでいろいろ描いてっていいと思うんですよね、うん、っていう上ではいいのかなと、そんなとこですかね、はいはいはい、YouTube コメント欄質問待っております、はい、ぜひぜひください、今日は以上です、じゃあね。
さようなら。